織田信恒は、日本の政治家、実業家、漫画原作者、貴族院議員。釈位は死者。筆名は、織田小帽子。漫画、ただしちゃんの冒険の原案、文を作った。織田信政、織田信明の父。1889年8月3日、元、相馬中村藩藩主の死者、相馬友種の長男として、東京府に生まれる。母は、 当名氏。署名は、相馬衆院。1895年6月、元天道藩藩主の死者、織田信都の養子氏となる。1901年7月1日、矢部信都の死去により就職。学習院高等科を経て、1915年に、京都帝国大学法科大学政治学科を卒業し、日本銀行に入校した。1920年に、 商工業視察のため欧米や中国を旅行するが、特にヨーロッパ万有中に目にした子供新聞や子供雑誌に影響を受ける。帰国後は日銀を退職し、1922年に朝日新聞社に入社。岩屋さざ波と兼ねて温めていた子供新聞の発行について相談し、岩屋の紹介で1923年に朝日グラフ局員となり、 日刊朝日グラフの子供ページ欄を担当することになる。そこで企画したのが、ただしちゃんの冒険で、自ら原作と文章を担当した。差し絵には、河島勝一を起用して連載が開始された。ただしちゃんの冒険は、吹き出しを最初に採用した漫画であり、主人公がかぶっていた、聖ちゃん坊は、大流行した。大正期には、有馬よりす 岡部長影の主催する親愛会に参加し、労働者のための夜学校、親愛中等夜学校の設立に関わる。また、有馬やこの絵文みまろらの運営する、新進家族の会合、11回に参加した。1926年、鉄道大臣秘書官に任官。1928年7月26日、貴族院議員補欠選挙で当選。貴族院では、 研究会に所属し、1947年5月2日の貴族院廃止まで議員を務めた。浜口内閣で外務参与官、斉藤内閣で農林政務次官に就任。1937年には流安販売取締役会長となる。他にも静岡電気鉄道社長や NHK 理事などを歴任した。戦後、内閣の観光事業審議会委員。 京浜急行電鉄取締役、監査役、京浜自動車工業社長などを歴任。また、川崎再加や取締役、財団法人足立本一郎記念管理次長なども、務めた。1967年5月20日午後4時、新筋拘束のため、東京都世田谷区大田の自宅で死去。十七歳坊津、君二洞水法省。ありがとうございます。